皆さんこんばんは。東京サバゲパークの鈴木です。実は東京サバゲパーク2021年の12月からもうすでに、ね、参加されている方もいるかとは思いますが、ナイトゲームが始まりました。さあ皆さん、ナイトゲームといえば普通の、ね、日中やるサバイバルゲームとは違って、あんなものがあったらいいな、こんなものがあったらいいな、いろいろありますよね。例えば、まあ、ライト、そしてトレーサーとかがあってね、蓄光弾打てたりするとやっぱりギューッとね光が飛んでいくんで気持ちいいですよね。ただそれだけではなく、今度は光学機器も欲しいっていうような方がいると思います。なので今回はここにありますこういったね光学機器、これを紹介してみたいと思います。で今回はサイトロンジャパンさんにお借りすることができたんで、何タイプか紹介していきたいと思います。一口に光学機器といってもね、いろんなタイプがあります。今回は3タイプ用意しました。まずはこちらのサーマルビジョンと言われるものですね。こちらは熱を感知して映像に映し出してくれるタイプになります。はい、そしてこの隣にある2つですね、こちらが高感度のセンサーを内蔵したスコープタイプのカメラになります。なのでもちろんね、スコープとしても使うこともできますし、実はこれカメラ機能が内蔵されているので録画することなんかもできるんですよね。そしてもう一つ、まあ、代表的なのがこちらのナイトビジョンと言われるやつです。今回はサバゲパークで所有している、ナイトビジョンですね、こちらをご用意しました。まずはこちらのサーマルビジョンをね、詳しく見ていきたいと思います。今回2つあるんですが、両方ともハイクマイクロというメーカーになります。まずはこちらリンクスプロ、そして LH25、 これが型番ですねというモデルになります。まあ単眼鏡と言われるものなんで、基本的にねこう持って覗いて使うような形になります。こんな感じですね。非常にね軽いですよ。もうどれぐらいだろう、 200g 前後ぐらいなのかな、持ってて全然負担にならないぐらいの軽さですね。単眼鏡ではあるんですが、ここにはカメラ用のねマウントのネジがありますので、対応するアタッチメントをつければエアガンにマウントすることもできます。そしてこちらはね、軽いのには理由があって、実は電池入れないんですよ。ここにねタイプ C のこういった、ポートがあるんですが、ここから充電する、充電式になります。なのでやっぱり軽くできているかなという形ですね。そして上の部分を見ると、電源とかこのシャッターマークとかね、いろいろあるんですが、もうこのカメラのマークがあるってことは撮影することもできるんですよね。しかも写真だけではなく動画も撮影することができる。なので充電しながら、やっぱりここのねタイプ C のポートを使って、内蔵メモリーにある画像とか動画、これを PC とかに引き出すことができます。もう本当に、ね、軽くて使いやすそうですね。はい、そしてもう一つです。こちらにあるのは今度サンダーという型になります。違いとしてはね、まあ、まず見た目がもう本当にごつくなってるんで分かる通り、あとこういう専用のね、マウントがついてます。もちろん手に持って使用していただいてもいいんですが、まあ、これがある以上はエアガンに取り付けたいかなっていう感じになりますね。そしてこれは電池を使用します。ここが電池のねケースなんですが、CR123A、 これを2本使用します。そしてこの前のとこに同じくタイプ C のポートがあるんですが、これはあくまでやっぱり充電ではなくて、ファイルを吸い出すためのものですね。これで PC につないでいただくという形になります。はい、上の方を見ると電源ボタンとこういった感じでね、やっぱりこのカメラのマークとかもありますので、これも同じように、画像を撮影すること、そして動画の撮影も可能になります。もうこれを持ってね、構えた時の臨場感ある、映像なんかを撮ることもできちゃいますね。こういった2機種になります。ちなみに皆様、価格気になると思うんですが、今回ちょっとお借りしたのはね、こちらの LH25、 これで約、25万円のクラスになりますね。まあ、販売価格はねそれぞれ違うと思いますが、約それぐらい。そしてこちらのサンダーに関しては約40万円ほどとなっております。でもですね、皆さん、そんな高いものばっかじゃなくて、実はねこっちのリンクスっていうシリーズとかだと約6万円7万円ぐらいから販売しているエントリーモデルもありますのでね、そういったところから手を出してみるのもいいかと思います。こちらがハイクマイクロのリンクスシリーズのエントリーモデルになります。型はねここですね、リンクスLC06 になります。この06という数字ですね、これは焦点距離を表してます。なので先ほどの25とかだとより望遠気味に、で今回の06はより広角気味に映るという形になります。
まずこちら、違いとしてはここにね、ついてたフォーカスリングがなくなってます。その代わりこちらの視度調整はついてますね。なのでここで見やすいところに焦点を合わせてもらう、ダイヤルで調整する感じですね。そして上についているボタン、これは4つ同じようについております。ただし一番後ろのズームボタンに関してはプロシリーズが4段階の調整だったのがこちらは3段階になります。そこについているこのねカメラマウントだったり、ここのタイプ C の充電ポート、こういったものは変わらないですね。もちろんこちらも内蔵メモリーがあるので撮影録画することができます。そしてこちらが超高感度のセンサーが内蔵されたビデオタイプのスコープになります。今回はサイトマークの商品は2種類という形ですね。まずこちらにあるのが、両方ともねレイスっていうシリーズなんですが、このレイスのまずこちらが、HD バージョンですね。なので、HD 画質で撮影することができる。そして、ね、ここにもついてますが、これが、赤外線を照射するためのライトになります。もちろんこれをつけることによってより鮮明に撮影することができる、こんなものですね。これはこうやってマウントがついてますので、ね、しっかりと、エアガンに乗せることができます。やっぱりねこの大きさになってくるとずっしりとしますね。本当に大型のスコープつけてるような感じです。こっちにはねこんな感じでアイカップもついてますので、中の画像をしっかりね見ることができます。こんな感じ、レンズもこんな感じ。はい、そしてこっちの大きい方、これは今度は 4K で撮影できるモデルになります。同じく、レイスの 4K という形ですね。もうレンズなんかもね、こっちの方が大きいです。そして赤外線のライトももうね大型になってます。あとはですね、アイカップがついているのも変わらず、こちらのマウントがついているのも変わらずなんですが、より大型になってより綺麗な映像が撮影できるものになります。こちらはもう外観の素材がアルミですね。なのでやっぱりちょっと重さもあります。非常に頑丈そうではあるんですが、その分重さも出るかなっていう感じですね。そしてこちらが、いわゆるナイトビジョンと言われるやつですね。これはねサバゲパークが所有している PVS14 という型ですね。第3世代クラスのものかな、というものになります。ナイトビジョンなんでわずかな光を、増幅してしっかりと映像化してくれるというものになります。これはマウントして、エアガンに乗せることもできるんですが、よくあるのはヘルメットなんかにつけてね使用するときだけパチッとこう前に倒して使う方が多いかなというイメージです。重さはねそんなに、やっぱりこれレンズ一つだけっていうのもあるんですけど、そんなにね重くないです。これも先ほどのね、30の単眼鏡と同じぐらいの重さですね。もう軽さの要因としては全体がね樹脂でできてるっていうところですかね。樹脂なのに強度もあるっていう形でね非常に使いやすそうです。ナイトビジョンで撮るとこんな感じです。あ、そっちはやっぱコンビニがあるんでちょっとね、光強いですね。けど今いいタイミングで車も通らない状態なんですが、ここまではっきりと見ることもできます。看板めちゃくちゃ読めますよね。ナイトビジョンすごいっすね。ちなみに外すともちろんこんな感じです。ちょうどうちが設置しているライトがね点滅してたりとか、車が通るかなぐらいはわかると思うんですが、やっぱりナイトビジョンすごいっすね。鮮明に映し出します。A フィールドのね細かいところだったりとか、 CQB エリアの上についている筋貝、補強の筋貝なんかの影なんかがしっかり映ってるのがね分かると思います。これからねゲームが始まるんで、みんなが今移動してるんですけれども、実際にね、ライトつけながら移動してるんでちょっとは見えるかとは思いますが、こんな感じでしか肉眼では見えないんです。そこをやっぱりナイトビジョンを通すことでこんな感じでねくっきりはっきり見ることができます。もう何をしているかまで一目瞭然ですよね。こんな状態で見ることができます。さあナイトビジョンを使って、蓄光弾ですね、トレーサーを通して光らせてみたときにどんな感じか打ってみたいと思います。あ、しっかり見えますね。フロートでも行きましょう。やっぱり光ってるものがナイトビジョンだとしっかり捉えられます。いいですね、綺麗に映ります。ちなみにトレーサーをオフにしてみると
一瞬なんか映るんですけど、やっぱり見えませんね。フルオートで打っても、分かんないですね。さあ現在のシューティングレンジ、肉眼で見るとこんな感じです。カメラで見てもね、ほぼ肉眼と変わらないかなと思います。投光器はついてるんですけども、まあうっすらとぼんやりと見えるかなという感じですね。じゃあこちらを今度はサーマルでね、見てみたいと思います。はい、こちらがリンクスプロ LH25 の画像になります。こちらはモードが4種類、ホワイトホット、ブラックホット、フュージョン、レッドホット、この4種類に切り替えることができます。そしてズーム機能も4段階になりますね。今は等倍1倍になってますが、ボタンを押すごとに2倍、4倍、8倍、そしてもう一度押すと1倍に戻るという形のこの4段階に切り替えることができます。撮っている画像も内蔵メモリーに、録画しているものをパソコンで、吸い出している画像になります。分かりますかね、人物のところだけ赤くなっているような感じですね。まあ皮膚が出ているところが赤くなっているというような感じになりますね。人影分かりますよね。もうちょい離れてみてもらっていいですか。もうちょい離れますか。足元こんな感じです。何してるかもう一目瞭然です。すごい、ね、こんな感じで近づいてると顔が赤いですそしてね、今回使っているのがフュージョンというモードになります。まあ、これが俗に言うサーマルレンズのなんか見た目なんじゃないでしょうかね。さあ現在ゲーム中なんですが、こちらが今ハイクマイクロのサーマルを使ってね、撮影してます。今はね白黒モードになってますが、もう人の影はっきりわかりますよね。あ、ヒットコールしてますね。しっかり人の動きわかります。これ今距離は、距離はだいたい5メーターぐらいですよね。これだとね、キャットウォークの上から撮ってますが、こんな感じです。で今撮ってるところはだいたい20メーターぐらい先、今撮ってるところが15メーターぐらい先かな。こんな感じなんですが、これかなり遠いですね。これかなり遠いですね。でそこの障害物上のね、画面の上の方だと大体30メーターとか、奥の車までで大体30メーターぐらいですかね。車の上に見えますね、ちらっと。ですね、車の奥に今人がいたのも見えましたね。あ、いますね。しっかり人が映ってるの分かります。これで60メーターは離れてるんですかね。そうですね、一番奥まで行くと大体60メーターぐらいかなって感じですね。もうこんな感じでしっかりと見ることができます。今はね、B フィールドを使ってゲームやってるんで A フィールド人はいないんですが、A フィールドを見てもこんな感じです。これに B フィールドになって人が映った瞬間にもうバッチリわかりますよね。っていうかもう装備までわかりますもんね。すごいくっきり見えます。いやこれは見てたら楽しいですね。今ちょうどねキャットウォークに、人が上がってきてます。スタッフと、人が上がってきます。ちなみに外すともちろんこんな感じですね。もう全く、人はいるんだろうなって感じのはなんとなく感じるんですけど、本当に人かどうかもわからない。はい、それでは、今回はねハイクマイクロのサンダーを使って、シューティングレンジで撮影してます、今30メーターに立ってるんですが、どんな感じでしょうか。しっかりね映ってるかと思います。そして、今ねライフルを持った状態で、立ってるんですけど、ライフル持ってることまでね分かるんじゃないかなと思いますね。実際に構えたりしてるとこんな感じです。動くとこんな感じです。はい、そして、このサンダーにもね4つのモードがありますので、徐々に切り替えながら、いきたいと思います。切り替えていくとね、右下にモードが一瞬映るんでわかるかなと思います。4種類切り替えることができますね。こんな感じです。一周回ってみたりしてね、こんな感じで動きもしっかりわかるかなと思います。そしてね、中央にレティクルがしっかり表示されているのも確認できるかと思います。やっぱりね、しっかりと銃に乗っけて使うことを前提とされてますので、レティクルがついて狙いも定められるという形ですね。
もうこれ非常に使いやすいですよね。もちろんレティクルの調整もできるようになってます。さあどうでしょう、皆さん動き分かりました？ちょっと近づいてってみましょうか。 30m から今 25m、 20m、 こんな感じですね。動きしっかり分かるかと思います。こちらのサンダーには内蔵メモリに録画することができます。今回のこの映像もそちらで録画をしてパソコンから出してきた映像になります。こちらのサンダー、モードが4つあります。ホワイトホット、ブラックホット、そしてフュージョン、レッドホット、こちらの4種類に切り替えることができます。そしてズーム機能もついてます。ズーム機能を使うにはズームボタンね、これを押すたびに1倍から2倍、4倍、8倍、そして8倍の時に押すと1倍に戻るという形でズーム機能もついてます。はい、それでは、ハイクマイクロのサンダーですね、サーマルです。こちらで蓄光弾を映してみたいと思います。ちょっと見える、ちょっと見えるよ、ちょっと見えてるかな、ちょっとモードを変えてみましょうか。今これが打ちます。はい、モード変えてみましょう。ブラック、ちょっと映ってる？これだと見にくい。見にくいですね。はい、フュージョン。まあ熱源ではないからほぼ、ね、ほぼ見えない。映らないですね。レッド。フルで打っても変わんないですよね。あ、少し映る。フルとかになれば少しは、お、電池が切れちゃったかな？映るかなって感じですね。うん、まあサーマルなんでやっぱり熱源探知なんでね、映りは少ないなって感じですね。サンダーのレティクルの設定ですね、項目をレティクルに合わせてもらう、2つ表示が出るんですが、上にカーソルを合わせます。上に合わせるとレティクルの表示が5種類変えることができます。そして下の X 軸 Y 軸、この数字があります。今動いてますよね。ここで上下左右の調整が可能となります。これが調整方法ですね。こちらがリンクス LC06 の画像になります。ちょっとセンサーのサイズが小さいので全体的にちょっとぼやけた感じは見えちゃいますが、今現在立っている30メートルぐらいであれば人影しっかり認識することができると思います。こちらもモードはホワイトホット、ブラックホット、フュージョン、レッドホット、4種類に切り替えが可能。ズーム機能もついていますが、こちらは1倍、2倍、4倍、この3タイプになります。こちらも内蔵メモリに録画した画像を PC で引っ張って出してます。はい、今回はサイトマークの、こちらのスコープを使ってね、撮影してます。同じように30メーターに立ってます。そして赤外線を照射してるんですが、赤外線がね3段階に強さ切り替えることができます。今は一番強く赤外線を照射して、こちらで撮影してます。で、今回使ってるのは、2倍から16倍までいけますが、まあ視野的に2倍で固定してね撮影してみてますので参考にしてください。はい、実際 30m でちょっとこう動いてみるとこんな感じですね。はい、分かりやすいように回ってみましょうか。まあ、こんな感じで、こんな感じです。まあモードが、これはねいろいろあるわけではないんですが、やはり、マウントできるようになってますので、まあ、順に乗っけてねスコープとして使うこともできます。そしてねデジタルズームが搭載されてますので、ボタン操作で、倍率を変えることができる、こんな形になっております。これをこれでねしっかり見ることができますね。はい、ちなみに先ほどと同じように構えたままこう前に進んでいくとこんな感じで映ってます。今 25m から 20m、 こんな感じですね。
さあこちらがサイトマークの、今度は 4K モデルですね。レイスの 4K になります。こちらはねレティクルが青く光ってるんで非常に見やすいですよね。現在同じように 30m に立ってます。ちょっと動かしてみるとこんな感じですね。こんな感じです。はい。そしてねこれデジタルズームもちろんついてますが、本体上部にあるダイヤルを回すことで、0.1 倍単位でどん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 変更することができるという形になってます。まあ、倍率の調整なんかはこちらの方がやりやすいかなと思います。まあ、見た目はねやっぱりちょっと、オレンジっぽくなっちゃってるかもしれませんが、でも非常に見やすいですよね。そしてレティクルの調整ももちろん可能ですので、スコープとしてしっかり使うことができます。はい、じゃあまた同じようにね、構えながら前に向かっていきたいと思います。こんな感じです。さあ動きわかるかなと思います。こんな感じですね。さあどうでしょう。サイトマークのレイス 4K で同じく蓄光弾を撃ってみたいと思います。ちょっと下でしたね。こんな感じです。ちょっとねマウントしてるんじゃなくて脇から射撃してます。もうちょっと上かな。フル音で。しっかりね緑に光ってるのが分かります。これ見やすいですね。今度はトレーサーをねオフにして光らない状態で撃ってみます。あ、弾分かりますね。見えますね。これが、あ、一応通ってるのが見えますね。ここら辺はさすがに、ここら辺はそうですね、感度がいいので、もうちょっとこっちか。うん、しっかりと感度がいいんでね、光らなくても弾見えますね。これはなかなかの発見ですね。さあ実際に、エアガンの方にマウントしてみました。今はこちら、サンダーを乗っけてみました。構えるとね、こんな感じです。もうしっかりね、視界の中に入ってくるんで本当に見やすいですね。で、もう一つの、リンクス、こちらはねマウントがないんでちょっとのけることできないんですが、サイズ感としては、まあ、こんな感じですね。ほとんど大きさは変わらないという形ですね。これはこれで良さそうです。重さもねこれはそんなに気にならないですね。特にショートスコープとかのけること自分もあるんですけど、それに慣れてる方だったらねこの重さ全然気にならないですね。非常に構えやすいです。こちらはサイトマークのレイス、これは HD モデルになりますね。乗っけてみましたが、やっぱりちょっと大きい、そして重い。こうやって持ってるとね、ちょっと辛いです。しっかり構えちゃえば、いやでも重いっすね。構えることもちろんできますけど、やっぱりちょっと重めかな。ここにねこういう赤外線ライトがついてるんで、まあ今はね左向きにつけてますけど、これ邪魔だったら右向きとかにつけとけばそんなに邪魔にはならないですね。まあしっかり構えることはできますけど、やっぱりちょっと重い、でかい、目立ちますね。存在感バッチリです。はい、そしてこちらがレイスの 4K モデルです。さらにでかいですよね。はい、そして、赤外線ライトもねかなり大きいのがこちらについてます。見た目はこんな感じです。構えると、まあ、構えればもちろんねしっくりくるんですが、これもやっぱり重さがや気になりますよね。ずっと長時間これで構えて待ってろってのはちょっと厳しいかもしれないです。そしてナイトビジョンの PVS14 です。これもねちょっとマウントがないんで乗っけることはできないんですが、実際に乗せるとこんな感じかなと思います。非常にね、コンパクトなんでねいいですよね。でこれの前にドットサイトとかをつけとけばしっかりと、照準器として使うことができます。こんな感じです。これやっぱ軽くて視界も広くていいですね。さあ実際に全て使用してみましたが、皆さんしっかり映ってましたよね。もう肉眼で見るよりもはるかにはっきり見える、そんな感じだったと思います。参考になったと思いますよ。
さあまずはこちらのねサーマルビジョンですが、これは熱感知のものなんで、人とか動物生き物を見るときはね本当にくっきり見えるんで、そういったものに特化しているのかなと思います。ただし、シューティングレンジでね実際に射撃したところ見たんですが、あの BB 弾、こういった弾を見る、こういったことは難しいのかなと思いました。なのでまあ一長一短かなという感じだと思います。あとはレンズガードだったり、もちろんねガラスだったりとかを通してその向こうを見るってなると、どうしても熱がね入ってこないんで映らなくなってしまう、こういったところもねちょっとデメリットとして感じられる部分かなと思いました。まあどうしてもねサーマル熱感知なんで特性上それはしょうがないのかなと思います。そしてこちらの高感度センサーのビデオスコープ、これはね、しっかりと蓄光弾見ることできましたよね。こういったところが特徴かなと思います。そしてね、ズーム機能なんかもこちらにはついてたので本当にスコープとして使うことができました。なのでね、サバゲで使うには、エアガンにマウントするにはこういったものいいのかなと思いました。デメリットというかねちょっと気になった点としてはやっぱり剣道にできている分重いんですよね。なんでこれをマウントしてずっと構えてるっていうのはねちょっと大変かなと思いました。そしてやっぱりこの赤外線を照射するのでどうしてもね正面から見るとこの赤外線のね照射されてる赤いのが見えちゃうんですよね。なんでそういったところもナイトゲームではねちょっと敵に発見されやすくなってしまうのかなっていうのも感じた部分です。でもやっぱりこう覗いた時にねカラーで見えるっていうのはすごくいいですよね。そしてあの蓄光弾もちろんねトレーサーで光らせた時もそうだったんですけど、光らせてない球でもねしっかり見ることができたんでね、こういうとこは良かったかなと思います。そしてナイトビジョンですよね。こちらはやっぱり暗闇を見るのに特化してますので視界も広くてねすごく見やすかったです。そしてしっかりとトレーサーで光らせた蓄光弾綺麗に映ってましたよね。あんな感じでしっかり捉えることができたんで、なのでこのねナイトビジョンをマウントしてしっかりと狙うことができれば一番サバイバルゲームはやりやすいのかなと思いました。ただね強い光いきなり当たっちゃったりするとどうしてもセンサーの方にねダメージがいく可能性もありますので、そういった取り扱いには注意が必要だなと思います。はい、あとはこちらレティクルがないので、まあ、ドットサイトと組み合わせたりとかねそういった使い方を前提に考えた方がいいかと思います。あとは全体的にちょっと気になった点といえば、こちらすべてね、マニュアルでフォーカスを合わせなきゃいけないので、そこがちょっとね、合わせにくいかなと思いました。さあ、いろいろと比べてみましたが、僕自身もね、こんなにまとめて比べることなかったんで、非常に勉強になりました。皆さんも参考にしていただければと思います。それでは皆さん、ナイトゲームでお待ちしてます。さよなら。